お疲れ様でした。まあ、今個人戦の予選に終えられて、まず感想をちょっと教えてください。団体戦とは違う雰囲気になるのは分かってたので、まあ、じっくり勝負見極めながらいけるところでというふうに思ってたんですけど、ちょっと展開が引き分けした後に向こうの選手が勝ってしまったので、ちょっともう最後の試合はもう行くしかないかなっていう、もう状況になってしまったので、まあ、攻めて行きはしたんですけど、ちょっと一歩及ばずというところでちょっと残念な感じです。はい。予選リーグで戦った浜松選手、中武選手、それぞれの選手に対するイメージ、どんなのがありましたかね。はい。浜松選手はあの学生の試合とかよく見させてもらってて、まあ、タイプっていう、まあ、剣道のその雰囲気っていうのはなんとなくイメージは作っていたんですけど、思ったよりも結構スピードが速くて、まあ、ちょっとそこに対応している間に時間が来てしまったかなっていう感じですね。で、中田選手は同級生で、あの、まあ、昔から知ってるので、まあ、とにかく気持ちで負けないようにっていう気持ちでやりましたけど、ちょっとできれば決まるまでやりたかったなっていう気持ちはありますけど、はい。リーグ最終戦、はい、中武選手の試合なんかは兵頭選手のいいところも出てたかなと思うんですが、はい、小手惜しかったですかね。やっぱ追いかける展開なんで、もうちょっとやっぱり完璧な一本にしないと上がらないっていうのは、まあ、分かっているところではあるので、まあ、そうですね、もう少しかなという感じですね。はい。まあ、おっしゃる通り、もう少し見てみたかったですね、決着つくまでね。はいはい。まあ、兵頭選手ご自身はこの大会は、2回目の参戦ですかね。はい。いかがですか、2回目参戦してみて。なんかやっぱ雰囲気も、まあ、去年味わってるっていうのもあって、自分の剣道っていうか自分の技は去年よりは出たかなっていうところはありますし、緊張感もなくこうリラックスした気持ちで臨めたっていうのはあるので、はい、まあ、充実した試合になったかなというふうに思います。まあ、気は早いですが、もし次回なんてあってオファーがあればいかがですか。はい。次回もぜひあの機会があれば出たいなと思います。はい、わかりました。ありがとうございました。はい、お疲れ様でした。